ちは。はい、息子が寝たので動画ちょっと回します。今日はゆるくとある一日じゃないけど、カメラを回し始めて、最近買ったGU とじゃーん IKEA の購入品をご紹介したいなと思っています。でね、 GU はね、 IKEA に行った時についでに寄ったんですけど、 IKEA がまず静岡県にそもそもなくて、ね、それがすごい地元に引っ越してきて残念なところなんですけど、静岡県になくて、オンラインで買ったかっていうとそうではなく、 IKEA のポップアップショップが静岡で開催されていて、それに行ってきたので、そこで購入したものになります。でね、ポップアップショップも店舗に行ったことがある人からしたら、もう本当に小さかったのでちょびっとぐらいしか買えなかったんですけど、少しだけご紹介したいなと思っています。まずはじゃあ IKEA の方から行きたいと思います。この今使っているこのショッパーが売ってたら同じの欲しいなと思ったんですけど、それがなくて、こちらを買いました。小さいサイズ持ってるんですけど、めっちゃ使うのでもう一袋買いました。今のやつは紐の部分が IKEA っていう文字が入ってなくて、結構前から持ってるものは IKEA の文字が入っています。これぐらいのサイズです。なんか荷物持っていきたい時とか、スーパーちょびっと買い物の時とかはめっちゃ使います。すぐ近くの近所のスーパーに息子の散歩がてら、なんか足りないもの買いに行く時とかはめっちゃこれ使ってますね。今回ポップアップでお買い物するとこのね、ショッパーもついてくるみたいで、この IKEA といったあの配色のショッパーも、これはもらいました。もらえるって知らなくて買っちゃったんだけど、まあいっかと思ってもらったものです。スクップ買いましたね。スクープボックスはめちゃくちゃ使っていて、今この部屋もめっちゃねスクープ使っていて、このスクープがパックスの中を収納するのにぴったりでいいかなと思って、試しに1セット買ってみました。全部で6個の種類のねケースが入ってるんですけど、衣装の収納に使いたいと思います。ちょっとこの動画実際に収納しているところとか載せきれるかわかんないんですけど、動画公開までに出せたらちょっと載せたいと思います。ちょっと今日は軽めの購入品紹介ですいません。いつもだったらもっと実際に使うところまで丁寧にやるんですけど、ちょっと今回は紹介のみみたいな感じでいきたいと思います。あとはこちらの靴の収納袋、これは IKEA の購入品紹介をしている人の動画でも見ていて、あ、欲しいなと思ってたものなんですけど、ここにジップがついててこんな感じになります。底がこんな感じで、これに靴を入れて普通に靴の収納に使ってもいいし、旅行とか出かける時にもう一足靴持ってきたいよって時にもいいよっていうのを見て、私たち旅行の時大体一足で行くこと多いんですけど、あったら便利かなと思って買いました。なんか他の収納にもね使えそうですし、いいなと思って買っておいたものになります。じゃーん、こちら、これも結構人気で有名だと思います。シリコンの蓋ですね。3点セットのものになります。3種類蓋がついているものです。これもかなり有名なものだと思います。今回ねポップアップに並んでたのがかなり人気商品のみを販売してたと思うので、この人気商品のうちの一つですね、この蓋を購入しました。そしてこちら IKEA といったらですね、プラスチックの保存袋を買いました。私いつも IKEA のものをグレーとホワイトが入っている収納袋を買うことが多いんですけど、そのカラーがちょうどねポップアップには置いてなくて、可愛かったこちらをね買ってみました。こんな感じのクマちゃんの柄のものですね。結構ここ最近ニトリだったりカインズだったりでも買ったんですけど、可愛くて買っちゃいましたね。だしやっぱ IKEA が一番安いですね。で袋のこの厚みとかはちょっとここ最近買ったニトリとカインズに比べると薄さは感じるんですが、このジップの部分は2つね分ジップがあるから飛び出して出てくることとか今まで私が使ってきて感じたことはなかったので丈夫だと思うし、まあ、強いて言うならちょっとここのビニール部分が他社製品に比べて薄い印象です。でもとってもねこういう袋使うからいいなと思って このクマちゃんの柄を買いました。あとはこちらじゃん、このねコルクの素材のものなんですが、こちらがキャンドルの蓋になります。で今私家にねキャンドルをあってで、このコストコで買ったキャンドルに蓋がなかったから蓋をね買いたいなと思って、ちょうど今回 IKEA のポップアップショップに
あったので買ってみました。はい、 IKEA のねポップアップショップで買ったものは以上となります。今回2000円以上ご購入の方、 IKEA ファミリーメンバー限定にはなるんだけど 10% オフのこちらのクーポンをもらいました。なのでこのクーポンを使いたいと思います。 IKEA 広北またはオンラインストアで使えるクーポン、2000円以上ご購入で 10% オフらしいです。ちょっと広北の IKEA ね、久々に行きたいぐらいなんですけど、行けるかなこれまでにって感じなので、またオンラインストアとかで使いたいなと思います。久々に IKEA の商品を見てめちゃくちゃ高まりました。ほんとね、店舗に比べたらちょっとのスペースだったし、ちょびっとだったんですけど、ほんと久々だったから楽しかったです。ちょっとクーポンもらって近々 IKEA の買い物したいと思うので、これいいよっていうおすすめがあったらぜひコメントで教えてください。私も久しくオンラインストアで買い物してないし、店頭にも行ってないので、多分ね更新されてると思うので、詳しい方はぜひぜひ教えてください。なんかね、店舗に行ったら IKEA のあのホットドッグ大好きで、となかなか静岡県内に店舗がないということで食べられないのが残念。あとホットドッグ冷凍のやつオンラインに売ってるのかな、売ってたら買いたいなって思ってます。 IKEA 久々に行きたいな。はい、そんな感じでした。続いてはこちら GU 行きたいと思います。 GU はね、さっき紹介した IKEA のポップアップショップに行った時に5階だったんですよ。ポップアップショップが5階までエスカレーターで登っていっている途中に GU が見えて、でめっちゃ探してた商品が売ってて、でもう結構ね店内が秋モードになってたんですよ。今日着てるこの服も GU なんですけど、もうこれも安くなってた気がした。安くなってたし、もう完全に秋に切り替わっていて、まだ8月なんだけど終わりが見えてきたなーって感じがしました。それで私が見つけて即ポップアップの帰りに寄って買おうって思ったものが、じゃーん、こちらのジレです。今年ね春夏もそうだったと思うんですけど、すごいジレ流行ってましたよね。私もユニクロで結構ロング丈のジレは買っていて、この夏使ったんですけど、ちょっと秋冬っぽいものも欲しいなと思って買いました。秋冬向けのジレ1個私実は持ってて、それが多分2年ぐらい前に買ったチェックの柄のものだったんですね。でチェックの柄も可愛いんだけど、無地のものが欲しくてずっと探してて、グレイルとか安いし、グレイル久々に買ってみようかなと思って見てたんですけど、グレイルはねもうね結構やっぱ入荷待ちが多くて人気なんでしょうね。だからなんかすぐ買えなそうだなと思った時にジャンジーユで見つけちゃいました。こんな感じのボタンが2つついているタイプで、ポケットもありますね。私はね S サイズにしました。でお値段は2990円です。私の身長で着るとお尻隠れるぐらいの丈感で、私がもともと持っている GU のものとチェックの柄のものは結構丈が長かったので、短めが欲しいなと思ってた時にちょうどこちらを見つけて買いました。これがですね、もう一色この黒も出てて、安いし可愛いし絶対使うだろうなと思って黒の方も購入しました。今の時期だったらこのジレノースリーブで着て、下に黒のパンツを合わせたらちょっとセットアップ風にも着れるかなと思っています。でまあ半袖 T シャツに合わせたり、秋冬だったらもっとロン T とかに合わせたりしてたらすごく可愛いし、あもう可愛くすぎて2色買いしてしまいました。もう秋モードですね。ポッシャブルテーパードパンツです。これは1990円でした。 S サイズを購入しました。最近はちょっとテーパードパンツにハマっていて、デニムをめっちゃ履くんですけど、こういうちょっとゆとりのあるテーパードのパンツにもハマっていて、あの、ね、まだねどこにも出してないんですけど、実はちょっと早めに自分への誕生日プレゼントを買いまして、それに合わせたいなと思って買ったものになります。でさっきのねちょっとこのジレとは若干色味が違うんですけど、同じベージュでワントーンでコーデを組んでも可愛いかなと思って買いました。今日ねちょっと息子の寝ている間にサクッと撮ってるので着れないので、またちょっと写真入れときますね。あともう一個紹介させてください。先ほどですね代引き商品が届いたんですよ。で私代引きなんて頼むことほとんどないから、なんだろうって思ったら6月ぐらいでしたかねに
東京に行った時に展示会に寄ったんですけど、その展示会で頼んだ秋冬服が届きました。もうね、ほんとね、ファッション業界は秋なんですね。もう早いなって思いました。で、展示会で頼んだものは順番に届いてくると思うんですが、今回はとりあえず2点届きました。で、まずはじゃん、こちらちょっと開けますね。あ、かわいい。じゃーん、こちらです。あー、かわいいじゃん。こちらの小島まこちゃんがやってるブランドの春ヒロインのツイードパフスリーブチュニックが届きました。それがね、こんな感じ。じゃーん、こんな感じです。今回春ヒロインのお洋服を見に行って、まあ、他のブランドもあったので他のブランドも頼んだんですけど、春ヒロインメインで今回いろいろ頼んだので、また届いたらインスタ載せたりとかしたいなと思ってます。めっちゃ可愛い。こんな感じの黒のツイードで、ここがねパフスリーブになっているチュニックを一つ購入しました。あとアクセサリーが一つ届きました。そういえばこれも頼んでたと思ったんですがちょっともう忘れてるっていう。これが、やっぱかわいい。ちょっとね、同じ空間に並んでたんですけど、こちらのスラーの美獣のついたカチューシャを頼んで着きました。で、パールとかこうやって美獣がねついてるんですよ。で、ここにスラーっていうメタルでタグがついてます。これがね、並んでいてめっちゃかわいくて買いました。着けるとこんな感じです。なんか今日の服にあれだけど、先ほどのこのまこちゃんがプロデュースのこっちとかと、こうしたらまた雰囲気違うかな。こんな感じのカチューシャをね一つ買いました。髪縛ったりしてもいいかな。かわいい。こんな感じです。こちらのカチューシャです。はい、そんな感じで今回は IKEA、GU、そして展示会で頼んだものが届いたのでご紹介しました。今日はね、あと息子が起きたらまた普通にいつも通り離乳食あげたりとかして寝るって感じなんですけど、最近もう車を実は頼んでいて、納車待ちを何ヶ月前からかしているんですけど、ちょっと手続きとかの書類をちょっと後でポストに入れてきたりとか、今8月の上旬に撮影してるんですけど、今月イベントがあるので、その時のまた打ち合わせが明後日ぐらいにあるのと、今回のイベントに参加してくださる方にちょっと記念になったらいいなと思って、お手紙と記念品をね用意したので、またそれも当日動画を回そうと思うので楽しみにしていてください。はいそんな感じでゆるーく購入品をご紹介しました。ぜひ IKEA のおすすめ商品あったら教えてくださーい。ね、しばらく行ってないからネットで見るのも楽しみです。静岡はずっとね店舗もないし、配送も多分してなくて、やっとその形ができたみたいで、配送センターができたのでついにって感じです。ということで、息子が寝ている間に仕事を進めたいと思うので、ここら辺で終わりたいと思います。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。ではまたね。バイバーイ。